ここか？ここか？ここか？ここなのかい？切ればいいんだよ。あ、ダメですね。あの、あ、そうか。なんか一作でもこんな絵あったな。一作目は、一作目は問答無用に守ってくれたけどな。どうしたん、今回。今回殺されたやん、いけず。猫、この人形のところ来た。この人形は別に前と一緒なんだろうかな。この緑を一旦ここに退避させる。この赤いやつをこっちに持ってきて赤になるよね。あれ？なんかちょっと色おかしいような気がする。あれ？黄色？これ黒。あ、布を裏返せるの？まさかのリバーシブルやん。まさかのリバーシブルじゃん。なんか色の数なんかおかしいな。二つ色被ってないやつがあるなって思っとったら、こういうことだったんじゃ。あ、でもまだ青が。でもまだ青の行き場所がなくなっとる。どれかリバージブルできるんかな、また。まだどれかリバージブルできるか。では、え、ちゃうん？人形青に。青の台座がないよ。あ、リバージブル。そうそう、それ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 。それそれよ。その色よ。俺が求めとったの、それを色よ。あ、できるやん。よっしゃー。リバージブルシステムだった。まさかのこの布がリバージブルシステム採用されとったんや。なんだリバージブルシステムってお前。来た。ここからないよな。魔女の家行くし、時間が。てか、よう見たら、おい！白い花、擬人化されてる！めっちゃ可愛いんですけど！おお、ビオラちゃんと同年代やん、お前。ここが最上階みたいだよ。僕、この場所結構好きなんだよね。君は？だよね。ま、楽しんでてよ。よっしゃ。それにしても、女の子やん。普通に可愛い女の子やん。ごきげんよう。かわいい！かわいいな。手に花持ってる。あー、できれば、おっぱいの大きさがずれないなんか見たかったのにな。ねえ、キーさん。何か用かね。わしはお前さんのように用はないわ。静かにしてくれ。結構、ビオラちゃんって、あんまりシャフランタイプなんやけどな。とか言いながら、お前さ、ビオラちゃんのおっぱいの揺れ具合見てるんだろ、お前、ドスケベめ。ここからがちょっと魔女の家の中でも長いところに入っていくんよね。長くちょっと時間がかかるんよな。饒舌な花たち。彼女は美しく、しておしゃべり。たちの特徴を記す。白い花のはこの庭で一番美しい。不思議な力を持つのか。赤い草は物知り。彼女たちは常に嘘には注意が必要。そうそうそう。リメイク前は確か赤いやつらが言うことは嘘つきないよな。嘘をつくよな。確か。で、薬を持つのは黄色い花。ちょいちょい文章削られてきたんよな、このゲーム。で、赤いやつこっちにおらんかったっけ？こっちあったっけ？こっちおった！かわいいけど、なんかね、目つき悪っ！なんか目つき悪っ！目つき悪い三人衆。三つ子を目つき悪っ。目つき悪い二人三つ子。お母さん、どんな顔だったん？で、鳥かご。よし。この辺は多分一緒やな。で、ここ、薬を。ご薬、あんた、薬持ってないか？持ってませんね。唾を吐かれた。この辺は一緒やけんだよ。別になんか驚くこともなく。こっちに確か水たまりはもうないんだよ。あとで水たまり。ああ、飛び降りるん！なんで飛び降りたん今！手入れれるんじゃ。水は時を封印する。
え？まあ手入れようか。なんか入っとんだろう。何も入っていない。あ、そうっすか。あれ、ちょっと待って、頭蓋骨、いきなり最初から全部揃っとんじゃ。下、右、左、下、右、左、下、右、左のやつだけどさ。これ4つ頭蓋骨手に入れてきて自分ではめ込まなあかんのに。今回全部最初からあるんじゃ。下、右、左。ちゃんと方向も合っとるっぽいな。じゃあもう引いたらもうすでに出てくるんじゃないのって感じは、いい感じになるんじゃん。出てきちゃった。出てきちゃったよ。出てきちゃった。え、もう出てきちゃった水が。でもね、確かこの後さ、追いかけられるところよな。はい、行きました。この辺も一緒。この辺一緒。あー、みんな総登場なんですね。なるほど。全部頭蓋骨揃っとうからって、もう今のうちからスイッチを入れてはいけないんだね。よし、こっちの探索は OK。恐ろしいわ。ああ、金髪の女の子もすごい可愛い。わ、ビオラちゃんに、ちょっとビオラちゃんに、ビオラちゃんの親戚かなって思うぐらいに。あの子さえいなきゃ、私がここらで一番美しいのに。ねえ、わあ、これリメイク前だったらさ、ちょっとムカつくなと思ってたけど、こんな可愛い女の子がいいんだったら、まあそういうことかなって思ってしまう俺がおるわ、お前。イライラしてんのは。私たちの頭にできる粉を少しばかり分けて差し上げるのに、なんだ私たちの頭にできる粉ってなんだ、フケか、それフケか、お前フケなんかいらんぞ、お前そんなん欲しがるの変態ぐらいだぞ、お前。俺は変態じゃないからね。あ、ろうそく持ってくれる。ちょっとあなた、それ私のよ、勝手に触らないでちょうだい。あ、ごめんなさい。あ、お前らだった。ろうそくか。なんか暗いところ行くんだろうな。それ暗いところ行けたような気がするな、なんか。で、そこの暗いところでなんか、時計だったから手に入れたら、帰りに死ぬような。なんか首つって。トラップが発動した時に。あれ、ここら辺の時計が倒れてくるんじゃなかったっけ。そうじゃなかったっけ。あ、倒れてくるやつじゃなかったっけ、ここ。触ったら倒れてくる系のやつじゃなかったっけな。どうもだろう、外セーブしてきました。触ってみます。あ、いけるんじゃ。あ、倒れてきた。あ、そうか、そういうタイミングだったな。わそったわ。そうじゃ、そうじゃ、そういうタイミングだったわ。花を罰せば、お前も。そうそうそう。そういう話があってね。でもこれ赤い字で書かれてますよね。だから嘘なんですよねっていうのは一作目なんやけどさあ、どうなる。とりあえず先にこっち見てみようかっていうところだけど、あ、そうか。取りに食ってもらわなかったら、ここは先進めるのだったな。ってことはもう倒るところから始まるんか。ごきげんよう。ごきげんようって言うてから、私を殺すのってどういうことだ。なんでさ、ね、話すのまだ2回目なのに私のことを殺すっていうのわかるんだろうな。ビューラちゃん、そんな殺意に満ちた目してるの。可愛い緑色の目で目玉なのにな。やるぞ、お前。あれ強いな、あんた。そうそうそう、殺し方を聞きに来たんじゃ。だってさ、だってさ、あいつさ、カウンター強いやぜ。普通にカウンターしか来てきたぜ、あいつ殺そうとしたら。あんな可愛い女の子にあんな黒い殺し方できる？できひんわ、お前。めっちゃ大阪半端ない的な感じで半端ないわ、お前。聞きたい。引きちぎればいいわ。引きちぎるとかそういう選択肢なかったんですけどね、今回。引き抜けばいいわ。倒ればいいわ。全員。え、それ、前回の3つの選択肢全部ダメってことじゃない？こいつらが言おうってことは。こいつらが、これ、この殺し方がいいって一つ一つ言うってことは、全部嘘って、つまり殺しちゃダメってことか、今回。そういうことになるね。だから、ちょっと今はちょっとでかい顔映っとったよ、お前。自己主張激しいですよ、あなた。あ、え、骨の器？器？器なんかいる？
器手に入れたよ。何のためのものか分からんけど、この器をプレゼントしたら喜ぶとか、そういう、この女の子が骨董品マニアとかそういうんじゃない。あ、あ、ごきげんよう。あ、ここで出てくるんじゃ。殺し方のさ選択肢3つ出てきたところで。え、でもさ、あの赤い花が、全員が全員さ、3つの選択肢のいいよみたいな話しようけん、全部違うよな。念のためっていうかさ、前作で正解だったタオルをさ、ちょっとやってみようかな。このタオルをさ、あの初見で手折るって呼んだ人は結構おるはず。俺もその一人です。ですよねー。あれ、なんか一つ一つ文章違うんやけど、これ。何度も言ってるのに。何度も言ってるでしょみたいな感じで。いい加減にして、それ私のよ、勝手に剃らないでちょうだい。あ、これ最終的に消えるんかな、ブチ切れするんかな、激怒国プンプン丸かな。あお、予想はしとった。まだ他の実況者さんの動画見ちゃった。ここちょっと引いて水出したんですけど、ここパリンって割れるでしょ。パリンって割れたところ下、こうエスケープゾーンあったわ。いや、わからんよこんなん、さすがにわからんよこんなん。こんな下に避けてたら、あいつ一方通行で突っ込んでくるのかねえ。何にせよ水が出た状態でここ突破できた。これ器で水すくえるんかな。あ、入れれたわ。水手に入ったな。なんで水手に入ったんだろうな。お父さん死んじゃった。そうそうそう、この前のカエルくんの息子たちがここにおったわけですね。前作だったらね、このお子さんたちも後でお父さんの元に送り込んでやれるんだよね。今作はどうかは知らんけどな。多分視聴者さんの中には見てみたいっていう人がいると思うんで、お前が殺した多分見たかった人もいるでしょうから、見ました。この水をこの子にあげようか。おお、反応がある。いらんのかい。なんちょっとここ来たって思ったわ。ちょっと来たって思ったよ。無関心だったわ。水に無関心だったわ、花のくせに。君たち、この水どう？あ、お前らもか。この日をこれで消してやろうか。ざまみろだぜ。いってー。あ、こいつにかけれるんじゃ。いや、適当にいろいろなものの前で水使ってみたらさ、こいつに反応があったんやよ。はい、開いてけど、水がかけれるって選択肢あるしさ、もしかしてこれ水を使ったらすぐに下がれ。おっしゃ、よけれた。それでいいんじゃ、それでいいんじゃ。余計までの猶予あったらよかったけど、時計が倒れたから。なんなん、後ろになんかあるん。なんもない、なんもない、倒れただけでなんもない。何のためだったん、なんで時計くんめ倒れなあかんかったん。俺がやったみたいになってるやん。俺が殺したみたいな感じになる、時計くんを。時計くんを、みんなごめんな、時計倒してあげたわ。むし、かい、どうでもいいんじゃ。時計倒したことにはどうでもいいんじゃ、お前ら。待てよ。隣の部屋うるさいって言ったけど、もしかしてこの時計の歌をうるさいって言ったんじゃん。だからそれで止めたってことで。あいつの音ってやっぱ時計の音だったんじゃん、お前。聞こえなくなったら、いや、隣の部屋の時計の音聞こえると、お前どんだけ耳いいんやな、お前。しかもそれをうるさいって、お前。お前絶対集合住宅とかで住めんタイプやぞ、お前。眠るんじゃん。あ、なんか出てきた。なんか出てきた。木の枝。木の枝？
木の枝？細い木の枝じゃ。こんなん見つけたよ。こんなん見つけたよ。無関心。なんか、何かを手に入れたら、何かを手に入れたら、とりあえずいろんなものを前でそのアイテムを使ってみるっていうことをやってみたらさ、何か引き起こるときがよくあるよね。これに火をつけれたりするんかなってわけでもないかな。持っていこうとしたらこう言われるしな。何回もやりよったらブチギられるしな。あれ？よみたいな、なんかこれ、なんかちょっと色が二等剣に分かりにくいけど、あるな、なんか。これちょっと高いところがあるけん、これを、あ、取れる！届くんじゃ、これがあったら、みたいな感じなんじゃ。やったぜ！なにこれ？でもなにこれ？ろうそくなんじゃ、これ。わ、俺ちょっとダイナマイトっぽく見えた。ダイナマイトかなって。こいつに火をつけて、さらっとこいつを背中のあたりに置いてドカーンするんかなって。ちょっと思っちゃった。ちょっと思っちゃった。もしくはこいつらのど真ん中、机のど真ん中に投げ込むとかそういうんでさ、こいつらコッパみじんの月にするとかそういう話をするとか考えたらサイコパスだな。もうこのろうそく、これに火をつける用途でしか思い浮かばんわ。はい、やった。火手に入れた。勝手に火使うことは許してくれた。持っていくことに関してはすごいブチ切られたのにさ、別にちょっと火移すんは、勝手に火移すんは OK なんじゃ。なんか、線引きがちょっとよくわからんけどね。燃やすんかな、もしかして。燃やすんかな、これ。そういう用途じゃないんじゃ。燃やす用途じゃないんじゃな。火炙りして殺すとかそういうんじゃなかったんじゃ。じゃあ何のための火なんだろう、これ。あ、これロープで締められとったんじゃ。やったんちゃん。やったー。自由になれ鳥さん。出てこんのか。あ、そうか、力なく、は力ないけん。続かれそうになった。あ、抵抗してる。こいつをどうにか元気にしてやらなあかんのか。ろうそくはまだ残っとんがちょっと気になるところ。まだ用途があるんじゃ。こいつら燃やすか。あ、もう、え、ろうそく見せるって何？え？火が大好き！火が大好き、おとりさん。この鳥で火食べるの。カルシュパーかよ。カルシュパーかよ。うまーい。火食べたうまい。やったー。なんか知らんけど、火食べて元気だって、めっちゃ元気になってるやん、お前。さっきまですごい力づきとったのに、お前、火食べてたからこんなになるんじゃん、お前。フェニックスなんじゃ。ファイヤーフェニックス的なやつなんじゃ。ファイヤーバードなんじゃ。ジェルマスターズじゃないか。やったー。まだこの子の殺し方がわからんけど、とりあえずは次のエリア。おっと、どこのところ？どこ発生？どこ発生中？読み合いではカウントが増えるのやな。で、この兵士の話は多分前回と一緒かな。あれ、家に帰ると出迎えてくれるはずの婚約者。あれ、こんな話だったっけ。なんか死んだ後も右左、前右左ってです、監視し続けてたって、そういう話じゃなかったっけ。金目のものも消えた。金を持ち出して婚約者は別の兵士と結婚していた。激怒した。激怒した。メロスは激怒したみたいな感じに。メロスは激怒したみたいな感じかけや、お前。兵士は婚約者を探し当てると、婚約者に毒薬入りのグラス瓶を投げつけてやった。紫色の水を全身に浴びた婚約者は、焼けるような痛みに絶叫した。婚約者の体はぐずぐずに溶け、死んでしまった。悲鳴を聞いて、一人の女がやってきて叫んだ。わしの夫に何をしたの？なるほど。復讐の兵士やん、タイトルか、そもそも。そんなタイトルでなかったはずなんやけど、復讐の兵士。紫色の水？紫色の水？
っていうのが、やばい、はよ出ていかんかった。とりあえず一回出ていこう。まあ全部見てないからな。右の方なんかある。わ、紫色の水っぽいのがあるんやけど、持っていきまーす。空き瓶手に入れました。一旦出ていきまーす。よし、もっとなんかあるだろう、もっとなんかあるだろうが、探せ。そこに全てを置いてきた。これだけか。瓶、瓶で鈍器として。この瓶ももしかして水入れるの。いや、これはまさかないんか。もうけど、瓶って言うからには空き瓶。待てよ、瓶弾突きつけたね。紫色の液体を入れた瓶を投げつけたって言うたな。もしかしたらそういう液体が今後見つかったら、それを入れて投げつけて殺すんか、この白い女の子。白い花を。そんな話に聞こえてくるぞ、お前。この殺し方を参考にして、白い花を殺すみたいな話になってるね、お前。毒入りのガラス瓶。紫色の水を、あれ？毒薬、入れるのは毒薬であって、紫の水がな、ね？なんで紫色の水？え？毒薬が紫色なんじゃ。え？つまりこれ、この前で、あー入れれる！そういや、これ紫だもんね。ゲッチュー、ゲッチュー、ゲッチュー、ゲッチュー。でもさ、入れるときに手ちょっと浴びんかな。毒にちょっと浴びんかな。参考までにさ、一旦ちょっとあの毒のところを突っ込んでみるよ。突っ込んだ瞬間こうなるんよ。ってことは手触ったらさ、つくづくとも手溶けんかな。なんで入れたんだろうな。何にせよ毒入りの瓶が手に入ったんで、こいつの前に使えばいいんじゃ。ぶち込め。はっ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 。静かにしてくれと言ったのに。ごめんな、これもね。ひどいことするなぁ、のび太くん。のび太くんおらんし。何せよ、ミッションコンプリートじゃん、お前。依頼完了じゃん、お前。くれ。花の粉くれ。聞こえちゃったろ？聞こえちゃった？はっ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 は。え、粉？そんな約束したかしら？しただろうが、お前！おーおーおー、くれた。よかった。よかった。上機嫌になってよかった。そうそうそう。前世のリメイク前もそうだったけど、ケーキ、ちょっと減ったよな。時間経過で。じゃあ、今の感じでね、やってあげたけんさ、これくれ。あ、もういらんてか。もういらんてか。そうですね。使い終わったもんね、さっき。おっと。さて、これで粉が手に入ったんで。でもさ、吸うやつがないよな、まだ。確か。吸うやつの方がないと、これ別に与えれんのよな。おい、それをよこせ。もうあげるんやけど、まだ吸うもんがないよ、確か。そうか、与えたら出ていくよな。スーモンいらんの。え、粉の状態で飲んだんじゃ。え、別にいいんじゃ、お前。じゃあお前それさ、リメイク前でもやればいいのに。なんだ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 、出ていったね。開いてますね。なんだ、粉の状態で飲めるんでないか、お前。そういう薬なんでないか、お前。あ、開けれる。ちょっと待って、ちょっと一貫セーブしまーす。どうなる？こっち何やったっけ？あ、あー、骸骨ここで手に入った。血を流せ、これは知っとる。これは前作に回ったあったけど、うおー、君か、よかった。うん、どうしたん？靴履かないの？いや、はいや、死ぬし。
吐いたら下半身だけどっか突っ走っていくやん。しとるぞ。もう一回ちょっと見とくよ。もう念入りにね、この動画から見た人に分かりやすいようにね、この靴、赤い靴を履いた状態でどうなるかっていうのを見せてあげます。こうなります。これは前と一緒、前作と一緒です。リメイク前と。さて問題はですね、リメイク前はここであの血を流せっていうのはですね、赤い色をここで洗い流せってことなんやけどさ、果たしてこれでリメイク前通りにことが進むのかっていう話です。よっしゃ、こと進んだ。やったぜ。